現在3位につけています。ウクライナのエレーナ・ビトリチェンコのクラブの演技です。一つ一つの演技がこれから優勝争いに大きく関わってきます。東京体育館が一転ジャングル、ジャングルの中のパンサーを演じるビトリチェンコです。彼女の顔から来る雰囲気に合ってる作品だと思いますね。もう一緒に話します。潜り回転しながらの投げですね。非常にシュル操作が器用な選手なんですよ。何気なくコンボを回したり、クラブを回したり投げたりというのが何気なく行われていますね。結構先が重くて当たったりすると痛いんですよね。痛いです、体験した大島さんならではのコメントです。しかもそのやっぱり得意な手は分かるんですが、得意でない方の手も同様に同じレベルで使わなければならないというところが、はい、非常に難しいですよね。特にクラブの受けの時ですね。このクラブを吸い取るように手を引いて取らないと痛いんですね。今年のヨーロッパ選手権は制しましたビトリチェンコ、イオンカップ初優勝に向けての、さあこの演技危なげなくきましたね。そうですね、本人は満足なのか、なかなか普段からクールな表情なので、なかなかこの表情から感情が読み取りづらいんですが、まあ、大きなミスはなかったですね、はい、流行の光る素材、今年のコスチュームはみんな光る素材です。 9.830、トップに行くにはちょっと足りないかもしれません。ビトリチェンコの